近畿大学を卒業さされる皆さん本日は誠におめでとうございます本年はコロナウイルスの感染防止のための措置として卒業生が1か所一堂に会するような従来の卒業式を変更してサイバー卒業式と題してその模様をウェブで動画配信することにしました。この日を会場で 共に過ごそうと心待ちにしていた卒業生の皆さんや保護者関係者の皆様のことを考えると大変心苦しい選択でしたが命と社会を守ることが重要だと考えこの決断をいたしました。どうかこの決断について皆様のご理解をいただきたいと思います。さて本日をもって十四学部と短期大学部合わせて約8,000名の皆様が 近畿大学を卒業しますここに学長として全教職員一同とともに皆さんのご卒業を心からお祝い申し上げます合わせてご家族及び関係者の皆様にお祝い申し上げるとともにこの卒業を迎えるまでの数々の熱いご支援に対し敬意を表しそして心よりお礼申し上げます さて、卒業される皆さんは近畿大学の各キャンパスで教職員友人先輩後輩など多くの人と知り合い切磋琢磨してこられた日々にどのような人と知り合いどのような思いを心に刻まれたでしょうか。皆さんが大学で過ごした日々はグローバル化の波が高まる時代でした。昨年はラグビーワールドカップが日本で開かれ 世界中から数多くの旅行者が来てインバウンドの効果を実感する機会ともなり東京オリンピック・パラリンピックにも期待が膨らみましたまた世界で活躍する日本人が多くなりまさにグローバルな展開で明るい未来が確約されたように思われましたしかし近年は国連で気象異常が議論され国内でも自然が猛威を振るい皆さんの在学中に限ってみても 熊本大地震西日本豪雨台風19号による豪雨強風などの災害で多くの人々が被災しました世界に目を転じると急速なグローバル化が進み各地で民族や宗教による対立が激化し多くの難民が生み出され各国のこれまでの協調体制や連携に歪みが生じていますイギリスの、e、離脱、 アメリカと中国の間で起こった貿易摩擦問題、東南アジア諸国の経済的勃興など、世界の国々の急速の動きがありました。また、昨年末からコロナウイルス感染が広がり、パンデミックが起きたことは予想外の驚きでした。これらの多くのことが起こる中、皆さんは何を考え、将来についてどういった展望を持ったでしょうか。例えば、 この世界を恐怖に陥れているコロナウイルス感染の蔓延は何百万年も続いている人と微生物の競合がまだ終わりを告げていないことを気づかせてくれたような気がします。今こそさまざまな生命の長大な歴史を振り返りつつ生物としての人間文化と科学を持つ社会的な存在としての人間を総合的に見つめ直し再興する時期が来ているように思います。 そしてこれまでの発展の概念と異なり社会を先導するイノベーションには科学技術だけでなく人文科学社会科学的な学知とともに確かな人間観と倫理観が不可欠だと考えるようになりましたなぜならば持続的な開発が謳われるように地球環境から見ると資源は有限であり人間の発展には限界があることが共通理念となったからです。それに対して 世界の産業界も、持続可能な開発目標 SDGs をもとに、企業倫理や戦略を掲げるようになり、社会で暮らす我々も、地球規模で生物多様性や人間社会を包括的に捉える思考が重要になってきたと感じます。そして、その思考方法には、個人の持つ価値基準が反映され、その価値基準こそが人間の本質を表すことになります。 そこで皆さんには、近畿大学で実学教育と人格の投与を目指した学びによって得た価値基準を物差しにして、社会での課題に向き合うことが、人生の大いなる実りを生むことを心に刻んでおいてほしいと思います。皆さんが近畿大学の卒業生として活躍してくださることが、後に続く在校生たちの指針となります。そして、同じ学び屋で学んだことを誇れる出会いが、 数多く生まれることを切に願っております今ここに未来に生きる皆さんに私は大いなる敬意を表し心より声援を送りご挨拶にしたいと思います本日はご卒業誠におめでとうございます